普天間基地の沖縄県内への移設断念を求める9万人規模の県民大会が開かれたことを受けて、社民党の福島党首は改めて県外への移設を強調し、急浮上している現行計画の修正案には断固反対する姿勢を示しました。国外県外ということで、沖縄県内に基地を作らないということです。この沖縄県民大会の決議を生かすべく、全力で内閣はやらなければならないと思っています。またそれが辺野古に戻って、あるいは修正案というのでは沖縄県民も納得しませんし、これはもう内閣としては絶対に取ってはならないと考えています。また福島党首はテニアン島への移設案が現実味を帯びてきたと述べ、社民党が主張する国外への移設がベストだという考えを強調しました。鳩山さんはこの普天間の問題を軽く考えすぎたんじゃないでしょうか。職を閉じておやりになって、それでできなければきちっと責任を取られるということ以外にないと思いますね。一方、自民党の谷垣総裁はこのように述べ、問題が来月末までに決着しない場合には鳩山総理の退陣を求める考えを改めて示しました。